こんにちは、マッツーです。今回は BenQ のデスクライトスクリーンバーハローをレビューします。今回も BenQ 様より商品提供いただきレビューいたします。ありがとうございます。デスクトップのモニターの前って案外暗いことが多いんですよね。そんな時に役立つのがスクリーンバーハローです。絶妙にスクリーンと自分の間を照らしてくれるので、例えばキーボードの指元だったり、作業する際の指先もね、結構明るく確認することができます。今回私はウルトラワイドの曲面ディスプレイにつけてみたんですけれども、問題なく使うことができました。これほど使ってみないとわからない製品はないなというふうに思います。このスクリーンバーハロー、実際に使って感じたこともご紹介していきたいと思います。では、行ってみましょう。ではスクリーンバーハローを開封していきます。箱はね、グレーの細長い形状で非常にねシックでございます。開けてみるとスクリーンバー本体が現れます。他にもリモコン、電池、曲面ディスプレイ用のアダプター、説明書類が入っております。中身を並べるとこんな感じ。結構ねシンプルな感じではありますが、それでもね中身充実しているなというふうに思います。それでは早速モニターにつけていきましょう。本体はこのようにパカパカしますので、はい、モニターの中央部にね、パッとこう挟むだけという形になっております。ただしですね、曲面ディスプレイの方は、このアダプターをつけてください。アダプターをつけて挟むようにしてください。曲面形状のため、このライトのエッジがね、ディスプレイに当たらないようにアダプターをつけます。装着の際はライトが前に垂れないようにちゃんと水平になっていることを確認します。これで USB ケーブルで電源と接続すれば、まずは設置は完成という形になります。続いてはリモコンです。リモコンはテーブルに置いて使いやすいように少し斜めな形状になっています。まずは裏蓋を取って付属の単4電池を入れます。そしてこの蓋をつけてデスクに置いて使います。では実際に光らせていきましょう。真ん中の電源ボタンを押すと光ります。いい光ですね。右上の光量調節ボタンを押して回せばこういう風にね明るさが変わります。リモコン側もね円周上に LED のランプがつきますので、このレベルで確認することができます。左上はライトの色を変えることができます。オレンジ色から白色へ、またはね白色からオレンジ色へ段階を経て変化します。実際のライトの変化を見るとこのようにオレンジ色と白色の明るさがこういう風にね変わっているのがわかります。状況に応じてねこのように明るさをね変えられるのはありがたいなというふうに思いますね。左下のボタンは自動調整となっております。色と明るさを自動的に変えることができます。で右下はお気に入りの設定を登録して切り替えることができます。下にあるボタンはライトの切り替えです。なんとこの背面側にもね実はライトがあるんですよ。メインのデスク側と背面の間接照明をこう切り替えることができます。で背面側にしておけば背面側でこの右上の明るさ調整だったり左上の色のね、切り替えとかこのリモコンで調節するということもできるというところで、これなかなか面白いなというふうに思いますね。で実際に使ってみた様子はこんな感じです。今回このデスクはですねシェアオフィスのハンコ室デスクになっておりまして、画面のね右上の方向に蛍光灯があるということで、右側にね、この固定の棚がありまして、この棚が遮ってこの半分が暗めになっているという形になります。なので、最大光量だとそこそこね、こう明るくてね。なかなかこう手元で作業するには非常にありがたいなというふうに思います。で、まあ、作業とかそういう分にはめちゃくちゃいいんですが、例えば YouTube の撮影に例えば物撮りをしたいとかそういうふうに考えるんであれば、まあ、もう少し明るい撮影用のライトというものがあった方がいいかなというふうにも思うんですが、普通にこうデスクで作業するとかやる場合にはかなり便利だなというふうに思います。私自身もですね、このオフィスでは基本的にはこう動画を撮影するっていうよりは、記事の執筆だったり、デスクで作業をするとか、そういう形のことをメイン
インにしているので、このライトのありがたみ非常にありがたいですね。かなり、明るく、こう手元明るく作業できるというところでね、適度な明るさというのはなかなかいいか。明るすぎるっていうのもね、なかなかこう目にも結構刺激的だったりもしますので、そういう意味では、まあこれぐらいの明るさっていうのがちょうどいいかなというふうに思います。私今窓際で、窓側は一応あのカーテンで覆っている状況ではあるんですが、それでもね、作業できたりもしますし、こう、曇天の日だったり、雨の日だ、そういう時にもこれぐらいの明るさで作業できるので、やっぱりいいですね。ライトないと暗いというところでかなり悩まされていたので、そういう意味ではこれぐらいの明るさがちょうどいいなというふうには思います。今月2024年5月にですね、BenQからスクリーンバープロも発売されております。こちらはですね、さらに調光エリアが広がっておりまして、で、自動オンオフのね、センサーだったりとか、コントローラーがスクリーンバーに内蔵されてたりとかもして、さらに使いやすくなっているんですよね。今回レビューしているのが21対9の32インチのファーウェイのね、モニターになってるんですが、自宅のモニターの方が32対9のね、めちゃくちゃウルトラワイドな49インチのデルのモニターになっておりまして、調光エリアの広がったスクリーンバープロにはぴったりそうな印象があります。80センチ超えて調光エリアができるということなので、これ49インチめちゃくちゃ合いますよね。これすごいなと思います。これもなんかちょっと使ってみたいですね。ということで、今回は BenQ のスクリーンバーハローをレビューしました。デスクライトってちょっとね、実際使ってみないと良さがわからないというふうに思う方も多いと思うんですよね。特にね、デスクでパソコンを使っている人とってみれば、モニターが案外明るいので、別にいらないんじゃないっていう思う人も多いと思うんですよ。なんですけれども、実際使ってみると、手元が明るいって非常に便利なんですよね。想像以上に、だから目にとっても楽になるなというふうに思います。案外こう人の目ってね、手元も見てるんですよね。キーボードはね、ブラインドタッチできるので、案外こう画面ずっと見てるのかなと思いつつは、実は手元のデスク案外見てることが多い。まあ資料とか見るとかそういうとこも含めてね、結構見てるなっていうこともあるんですよ。あとはですね、デスクライト設置してるからといって、このデスクライトの光がこうデスクトップモニターをね、このモニターの画面からこう反射して目に届くみたいなことはないので、目にも優しいなというふうにも思います。非常に快適だなという感じがします。これなかなか便利ですね。以前もね、 BenQ のデスクライトをねレビューしたことあったんですが、BenQ のデスクライトはなかなかいいですね。ぜひね、スクリーンバーハローを試してみていただければなというふうに思います。はい、BenQスクリーンバーハローなんですが、現在 Amazon では 24,900 円で発売されております。ぜひお手頃な価格かなというふうにも思いますので、はい、ぜひ買ってみていただければなというふうに思います。ちなみにスクリーンバープロの方はですね、なんと 19,900 円とハローより安いんですね。おお、なかなか面白いですね。はい、ぜひ買ってみていただければなというふうに思います。この動画参考になった方はチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。私マッツーね、デスクライトだけではなくてスマホやパソコンなどいろいろレビューを行っております。ぜひチャンネル登録していただきまして、次回の動画でもお会いできればというふうに思います。それではマッツーでございました。さようなら、バイバイ、また会いましょう。